g 3系ローラー遅延機構の断面 H&KHK21 はドイツのベルト球団式汎用機関銃である。1961年、ヘッケラーゴッホ社が H&KG3 を元に開発した。本銃は現在でもアジア、アフリカ、ラテンアメリカ諸国で一戦で使用されており、ポルトガルのインデップ社では M。 968という名称で、メキシコのセベナ社では MG21 という名称で、それぞれライセンス生産されている。HK21 は、ボルト部の交代を遅らせるのに、半固定ロック機構を採用した、ローラー遅延式ブローバック方式の連射、単車切り替え可能な重機である。この遅延は、可動式のロッキングピースに逆らって思い、 ボルトキャリア部を押す伝達部となる2つの円筒形のローラーを持ち、重空の軸線と対称に備えられ、角度を持った中間伝達システムによりボルトの完成を人為的に増すことで達成される。2ピース式のボルトアセンブリーは上記の2つのローラーとサポーティングロッキングピース、ボルトキャリアを含むボルトヘッドから構成される。アンロック動作では、ボルトヘッドは点火された薬莢から、 リコイル方向の衝撃を受け、ローラーに逆らい後方への圧力で、重心延長部に備わる、くぼみ内に収まる。ローラーは、重心延長部の角度を持った斜面に逆らって、内側に押し込まれ、くさび形ロッキングピースと相互に作用し合って、それを後方へ突き出す。ローラーが、重心延長部とロッキングピースの斜面を動く間に、ボルトヘッドに対する、 ボルトキャリアとロッキングピースへの伝達比は4対1に保たれている。つまり、ボルトキャリアは、ボルトヘッドより4倍早く後方へ動くことで、排差やまで重心内の高圧を下げて、安全を確保する。重心の薬室にはいくつもの縦溝が刻まれており、膨らんだ空薬鏡が薬室の壁から自由になるのを助ける。ボルトは、バネ仕掛けによる。 ハイサヤと跳ね返りを抑える役割を担っており、ロッキングアセンブリが前方へ戻るときに、ボルトヘッドが重心延長部に斜めに当たるのを防止する。レバー型のハイサヤシステムはトリガーグループハウジングの一部であり、発射ごとにデコイリングボルトによって駆動される。本銃はハンマーストライカーを備え、ボルトが閉鎖された状態で発射される。 ピストルグリップと一体化され、レシーバーとはつが外でつながったトリガーグループは回転式のファイヤーコントロールセレクタースイッチを備えており、E または1に合わせれば半自動射撃となり、F または20では連続射撃、S または0に合わせればトリガーが無効となるセーフティとなり、これが手動式の安全装置として働く。本銃は 米国の M13 やドイツでの相当品 DM6 と独自の DM1 といった多様なリンク分離式の球団ベルトによって左側面から球団される。ラッチ式のホイールフィードユニットは標準的なマガジンが占める場所に変わって重心軸より下のフィードブロックの底部位置内に挿入され容易に動くモジュールとして設計されている。ボルトがベルトより上部に来る。 この配置によって他の多くのベルト球団式下器とはリンク面が下方になるという点で逆向きになっている。球団機構はボルトの往復運動によって駆動される。ボルトテーブに掘られたカムの溝に球団機構の作動部が噛み合わされることで2つのスプロケットが回転し新たな銃弾が球団路内に取り込まれる。球団ブロック内にアダプターを装着することで ベルト球団からマガジン球団に簡単に変更でき、H&K 社の20発入りマガジンや50発入りのドラムマガジンの使用を可能にする。HK21 は全部標準基部まで延長されて、重工部、または球団機構前方のいずれかに脱着可能な2脚と3脚、または車両固定用基部が加えられる、修正された G3 レシーバーを使用している。 HK21 のおよそ48%ほどの部品が G3 と相互交換可能になっている。また HK21 は一般的な汎用機関銃や銃機関銃とは異なり元となった G3 と同様にボルト閉鎖状態から撃発動策を開始するクローズドボルト方式を採用している。これはその他のアサルトライフルをベースとした軽機関銃や 分体支援下記にも同様に見られる傾向である。HK21 は溝型のフラッシュサプレッサーが装着可能で迅速に交換できる重い重心と全部の囲い式小明と後部の開口式照門という100から1000メートルまでの100メートル刻みで調節可能なアイアンサイトを持つ。重心やボルト、球団ユニットのように多種の部品が簡単に交換可能であるため、 本銃は7 6 2 x 3 9 m m と 5.56X45mm との中間にある光景に素早く変更できる。HK11 は HK21 からベルト球団機構を省略した上で重心を短縮したもので、もともとは警察向けの銃自動小銃として設計された。HK11 はドイツ連邦軍を呼び、 ドイツ連邦国境警備隊によって採用され、G8 という正式名称が与えられた。弾装は、G3 小銃と共有することが可能な20発、箱型装お及び50発ドラム型弾装を用いる。HK11A1 という派生型も存在する。グレーンシリーズは、シリアルナンバーや判別マークを持たないものを指す、殺菌済みと呼ばれる。 特殊作戦部隊向けの H&K 斜性の銃である。これらは、アイアンサイトの使用を前提とせずに最初から、高額照準機を備えていて、標準で、森林地帯、または、砂漠地帯向けの迷彩が施されている点で、通常のものと異なる。1970年代初期に、HK21 の設計は単純化されて、球団機構は変更された。 キャリングハンドルとともに向上された干渉機構のついた鍵状の消備ストックが加わって機関銃の重量が増した。それ以降、HK21 では2つの主要な派生型が提供されるようになっている。HK21A1 汎用機関銃と HK11A1 自動小銃である。HK11A1 はさらに輸出販売で成功することを目指して、特に ギリシャ陸軍や、その他のアフリカ諸国とアジア諸国の陸軍で採用されることに向けた製品である。HK21 が元となった両社は、適切な部品交換によって 5.56X45mm、ナトー o 弾用の薬室に変更できる。1980年代を通じて、HK21A と HK11A1 は、 以下のような同一のレシーバーとトリガーグループに対して交換可能な重心と球団機構を共有することでモジュール化された新たな機関銃ファミリーとして近代化された E はエクスポートモデルを意味している従来の HK21A1 と HK11A1 に比べて近代化されたこれら輸出用兵器の特徴を以下に示す 不評の徒歩戦闘用として使用される場合には、HK21E は、HK21A1 のように、球団機構のもとに、板金製コンテナを連結し、その中に100発分の銃弾ベルトを収納すること、できる。ボルト、リコイルスプリング、ベルト球団モジュール、またはマガジにより構成される、オプションの球団モジュールキットによって、 H&KG3 やスタナグの箱やドラム状のマガジンを使用することが可能である。衝撃吸収式三脚の重量は 10.5kg である。蒸気表内で記述できなかった各方の主要所言を以下に示す。ありがとうございます。